こんにちは。今回はですね、えー、そうなんですよ。セールスなんですよ。セールスがいかに大事かってことをね、またお話していきたいなと思います。二つの例を持ってお話しましょうか。一つはですね、この、はじめの一歩って漫画なんですけども、実はね、これが135巻が最新巻で、これ7月に発売だったかな。先日入手したんですよね。で、面白いんですよ、これ。で、 今、136巻が、この次に出るんですけども、早く読みたい。早くね。で、これ、500円ぐらいで今ね、買ったんですよ。いくらかよく忘れましたけども。だからね、136巻、最新巻は、今すぐ読めるんだったら1000円出してもいいなと思ってます。でも、まだ出てないんですよね。だから、セールス早くしてくれよって感じです。これが、まあ一つですよね。もう一つはね、トヨタ自動車が、 あの、なんだっけな、ランドクルーザーとか、その他、何台かね、新車の注文受付を中止したんですよ。ね。というのが、半導体とかその他の基礎的な部品が手に入らなくって、生産ができないっていうことだったんですよね。だから早く半導体とかその細かい部品売ってくれよって感じだったんですよね。世界中で調達しようと思って、宿泊してるけども、手に入りにくいということで。 今回ね、車自体の販売ができないよってことになっちゃいましたけども、まさにここもですね、早く売ってくれよと、誰か売ってくれよって感じで、セールス売り込みを待ってる状態なんですよね。まあ、このようにですね、なんかいまいち、なんかセールスに躊躇する人、販売がなんかね、あの本当にいいんだろうかって思う人は、よく考えてもらいたいんですけども、あのセールスしてもらわないと回らない世界があるんですよね。 セールスを待ち望んでる人がいるんですよ。だからそういったものを売ればいいんですよね。だから人の欲しがってないようなものを売ろうと思ったり、自分が誰かにね、お金を出してまで、なんかこう欲しがるような、もらっていただけるような、そんな価値を生み出すことができないと思ってるんですよね。まあでも、でもですよ、冷静に考えてみたら、 そういう人でもまあアルバイトとか会社員やってお金稼いでるわけですよねつまりは何か人が必要とするものを販売してるわけなんですよ、まあ、言ってみれば会社に就職するなんていうのはねあの販売契約をするのもんでしょ就職の面接とかこれから毎日毎日あの会社の言う通り働きますんで そういった労働力とか時間の提供するから人生の一部の提供するから毎月契約金をくださいって言ってると思うんですよねだから目の前の人にお金をくださいって言ってるわけですよでそこに不満があるからプラスアルファでなんか復讐に欲しいなとかビジネスしたいなと思うわけじゃないですか,だから基本的には同じですよねうんま自分だったら何が与えれるかってことをよく考えてもし与えれるものがないんだったら与えられるものがある自分にすればいいと思います えっとね、先日ね、こんな本買いました。YouTuber で、大人の教養 TV っていうのがあるんですけども、そこにね、ドン・デルミー・アライさんっていう人が、あのー、やってるんですよ。その YouTube の運営を。で、中田敦彦の YouTube 大学と結構似てるんですけども、違うテイストでいろんな問題に切り込んでるんですが、今回ね、こういった書籍を出してるんですよ。太平洋戦争っていう。よ、これね、 YouTube の視聴者、ファンの方が待ち望んでいて注文してるんですよ。で、これをお知らせするライブ放送したら、あ自分も買いますみたいな感じでね、カウカウ合戦がライブ放送のコメントで行われて、で、結構売れてるというね、早く売ってくださいみたいな感じなですよね。あとはスーパーチャットってなんで起きるのか、投げ銭がなぜ起きるのか、それはうん、その、存在とかライブ放送に対して、こうなんかね、 お金を投げたいっていう欲求が視聴者さんにあって投げたことによって自分のコメントを取り上げてもらえるっていうふうなメリットがあるからですよねだからライブ放送して投げ銭をお願いするみたいなのもやってやれないことはないのかなといろいろ打つ手はあるのかなと思うんですよねまだまだあの例えばってことを言い出したらキリがないと思いますけどもうんどうですかねなんか自分だったらできることをやっぱこう掘り下げていかないとね リグダクリグダグって掘り下げていかないですよね。掘っていきましょう。いたし